はい、ここではですね、いよいよベースの打ち込みに入っていきたいと思います。いつものようにですね、ソフトウェア音源を立ち上げて、そしてベースの音を割り当てています。今回選んでいるベースの音なんですけども、エレキベースを使用してみました。こちら見ていただくと、ここにですね、スティンガーベースと書いてあります。今これを選択しています。実際ここでですね、ミディ鍵盤が繋がっていましたら、今選ばさっていて、かつここのレックマークがついている場合ですね、この感じで反応してくれるという形になってます。今これ生のベースを選んでみたんですけども、これに対してエレクトロなベースを選んでみたいなんていう方はですね、そのままなんですけども、こうシンセサイザー行っていただくと、ここにベースというものがあります。このように音が用意されていますので、これを選択して弾いていくと。このような音を出すこともできます。今はですね、ベースに戻りましょう。カテゴリーに戻るとき少し分かりづらいんですけども、この下のスライダーですね、左に持っていくとこんな感じで戻すことができます。今はじゃあベースの先ほどのスティンガーベース選んでみます。ベースはですね、非常に曲の中で影響力が高い楽器です。ドラムとベースはですね、曲の心臓部とも言われるんですけども、音程もですね、一番重要なところを担当していますし、リズムに対してもですね、影響力がとても大きいです。前半はですね、特にベースを入れずに、そして後半5小節目からはですね、伸ばしでベースを演奏してみたいと思います。一度聴いてみてください。こういった形ですね、明らかに楽曲に厚みが加わって迫力が出たと思います。かつギターのフレーズはほとんど同じなんですけども、何かこう曲に展開がついたような感じになりましたよね。これが音程と音圧を司っているところですね。この細かいベースの力に関してはですね、また講座を進めていくんですけども、実際まず音程を確認してみましょう。まずこの楽曲は F メジャーキーで作られています。ということで使える音程を確認してみますと、 F、 ファから始まるドレミファソラシドですね。そして A まで行って、ここでですね B フラット、 B は弾かずに B フラットになって C、D、E、F で一周となりますね。基本的に発鍵でですね、 B の発鍵だけが半音下がる、この音程を使うことでですね、この楽曲にバッチリ合ってくれるかなということですね。今コロナ禍のものでベースの音程合うものを基本的に入れていくと。ベースの音域について確認しておきましょう。ベースというくらいなので低い音程を使います。でどこまで低い音程が出るのかと言いますと、ここですね。基本的にはこの C1 の E の部分が最低音ですね。もちろんここにですね、低い音用意されているんですけども、変則的な奏法だったりチューニングだったりをして出すということなので、まずはここが一番最低音。例えばこの D を鳴らしたかったら、ここは実際鳴らないので、1オクターブ上の D を鳴らす。C も一緒ですね。C を鳴らしたかったらこっちの方が自然かと思いますね。そして低い音はここからなんですけども、だいたい高くてもこのあたりじゃないですかね。よく使う音程としてはやはりここですね。一番最低音からこの中で1オクターブ。この中で弾くと非常にベースっぽいサウンド得られるかなと思いますね。次回はですね、実際にベースをリアルタイムレコーディング、ミディ鍵盤を弾きながら打ち込んでいきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。